次に移ります。西岸受理第14号同第15号の討論に入ります。通告を受けておりますので順次発言を許します。辻元達也議員。議長、辻元達也。辻元議員、私は日本共産党議員団を代表し、請願受理第14号安保法制廃止の意見書を国に提出するよう求める請願、並びに同第15号安全保障関連2法、国際平和支援法、平和安全法整備法の廃止を求める意見書採択についての請願について、賛成の立場から討論を行います。これら請願2件は、いずれも安倍自公政権が国民の反対の声を無視し、強行採決し、成立させた安全保障関連法の廃止を求める意見書を明石市議会として国に提出するよう要請するものであります。安全保障関連法は、戦闘地域における兵隊活動や紛争地域での治安維持活動、米軍防護のための武器使用など、憲法9条が禁止する集団的自衛権の行使に道を開くものであり、文字通り違憲立法であることは明白であります。この戦後最悪の違憲立法に対しては、多くの有識者が明確に憲法違反と断じています。特に本年6月の衆議院憲法調査会における憲法学者3氏の陳述は明快であります。早稲田大学の笹田英二教授は、安全保障関連法は従来の政府の憲法解釈を踏み越えてしまったので憲法違反と述べました。慶応大学の小林節名誉教授は、仲間を助けるために海外に戦争に行くというのは憲法9条とりわけ2項違反だと発言しました。さらに自民党推薦で出席し意見を述べた早稲田大学の長谷部康夫教授も、集団的自衛権が許されるという点は憲法違反と指摘しました。3氏が揃って安全保障関連法は違憲との判断を示して以後も、有識者による違憲発言は続き、国会で参考人として招かれた元内閣法制局長官宮崎礼一氏は、集団的自衛権行使容認は従来の政府見解とは相容れない、今回の法案は憲法9条に違反し速やかに撤回すべきだと主張し、山口茂元最高裁長官は、集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反と厳しく指摘しました。その後も憲法学者研究者の圧倒的多数が憲法違反と指摘し、どのマスコミの世論調査でも国民の過半数が憲法違反と答えている安全保障関連法が違憲立法であることは明らかであり、政府は速やかに安全保障関連法を廃止すべきであります。安倍内閣が安全保障関連法案を閣議決定して以後、各地で法案に反対する声が草の根で広がりました。自由で民主的な日本を守るための学生による緊急アクションシールズ、誰の子供も殺させないと立ち上がった安保関連法に反対するママの会、新日本婦人の会のレッドアクション、学者、文化人、高校生など、過去に例がない規模で安全保障関連法に反対する声が広がっています。ある自民党の国会議員が、国民は正月の餅を食ったら忘れると発言したそうであります。しかし9月19日の
法案強行成立から3ヶ月が経過した今日、今なお同法に反対する国民の声は大きく広がり続けており、さらに新たな運動へと発展し続けています。今日なぜここまで運動が発展しているのか、それはこのように重大な違憲立法の存在を許し続けるのであれば、立憲主義、法の支配、民主主義、国民主権という我が国存立の土台が根底から覆されることになりかねないという危機的状況に対する憂慮の念が国民を立ち上がらせているのであります。安保関連法の廃止を求める国民の声と行動は、近代国家の基本原理である立憲主義、民主主義を取り戻すための正当な戦いであり、そこには思想、信条、政治的立場の違いなどは存在しません。その土台には、憲法が国民に不断の努力として義務的に自覚を促す憲法12条という下支えがあります。つまり、安保関連法の廃止を求める国民の声と行動こそが、憲法を守り、生かしたものであるというべきであり、国民、市民の信託を受けた代表である我々議員は、その声を真摯に受け止め、その願いに正面から応えるべきであります。今、安全保障関連法により、我が国は2つの危機的状況に直面しています。一つは、日本の自衛隊が戦後初めて外国人の命を奪い、また戦死者を出す現実の危険が切迫していることです。安全保障関連法の最初の具体化として、南スーダンの国連平和維持活動 PKO における自衛隊の任務拡大が進められようとしています。中東での有志連合の軍事攻撃を日本が支援する危険、さらに IS への空爆が強化されている中、この空爆を行う米軍などへの兵站活動が行われる可能性があります。安倍首相は軍事的な支援は考えていないと言いますが、6月5日に行われた参議院安保法制特別委員会では、要件を満たせば法理論としては適用されることはあり得ると答えています。これは日本がアメリカから空爆支援を要請されたら、法律がないと言って拒否することができないことを意味します。すでにドイツは兵站活動として1200人規模の派兵を計画していることが明らかになっています。安倍政権がいつ名乗り出てもおかしくない状況です。平和憲法を踏みにじって若者を殺し殺される戦闘地域に送り出すことは絶対に許すわけにはいきません。日本はすでにアメリカ主導の対 IS 有志連合に名を連ねており、IS は日本を攻撃対象として名指ししています。その上、安全保障関連法による軍事支援を行えば、国民がテロにさらされる危険は一層高まります。共同通信の最新の世論調査によれば、約8割が国内で大規模テロの可能性があると答えています。国民の安全を守るためにも、安全保障関連法は廃止するしかありません。日本が戦後70年間戦争をせず、殺し殺されることがなかったのは、憲法の平和原則を国民が守り抜いたからであります。安全保障関連法を廃止し、立憲主義と民主主義を取り戻すために、本請願を採択し、明石市議会として国に対し意見書を提出することを、すべての議員の皆さんに呼びかけて討論を終わります。